おはようございます。デラックス高柳さんです。今日はですね、デラックス高柳さんハロウィンの日を一日密着でございます。今日いろいろとあるということで、逆に今日ね、こういうの撮った方が面白いなっていうのがあって、本当に寝起きです。今日はね、一日密着って形にしたいなと思ってるんで、じゃあ柔らかい朝ごはん食べて、言葉が出なくなった。選挙の方行ってきます。うわなんで毎回スーさんあんな風なんのそうですって、でも毎回カオスなんだよな今からですね、生配信の方やっていこうかなと思います。はい、今ここでやってるんですけど、はい。てか、机切ったね。ということで、ハロウィンのね、配信終わりました。生配信終わりましたので、ゆっくりしてから、まあ、お昼ご飯食べて、で、江坂ミュージアムの方に行こうかなと思います。いやね、久々のね、シカシュのライブで、しかも動画が撮れるってマジで嬉しいし、行きましょう。Bye.
改めまして大阪シルクシットです。よろしくお願いします。お願いします。からやってたんですけど、2部来てください。本当にありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、わかった。大丈夫ですね。2部は何ですか？2部のセットリストはですね、皆さんからのリクエストを元に、作らせていただきまして、そしてそれを公開してやるライブですけどね、今日。だけどほんまにお気づきの通り、やってない曲が多すぎて、ね、確かに迷惑でした。そうそう、5人になってからやってない曲とか、6人でもそもそもやってない曲が多すぎて、そうやな、もう作り直し言うて振り思い出したりね。そうそう、でもほんまにレアですよね、こういう時にしかやらんから。こうやって皆さんが送ってくださったおかげでね、今日はちょっとやってないようなライブをね、できるんじゃないかなと思うんですけども、今日はそんなほど喋らないです。そうなんです。なんか音出しに座ってますけど、確かに、まあ、ここからまだ後半戦ね、まだまだ座りにくいやん、絶対。あのね、かぼちゃのすごい、そうよね、嬉しいよ。すごいよね、よう見つけるよね、そういうの。でも後ろにグーヒーもおるね。はーい、なー、あ、はーい、はーい、すごい嬉しいね。暑いやのに意外と結構撮るんですね、皆さんね、珍しいからね。はずいわ、そんなガチャガチャ。はずいわ、とりあえず映ってなかったりしてね、全然推ししか撮ってないみたいな。可愛く撮って、目にも心にも今日は焼き付けて帰ってほしいですね。はい、I'm not afraid to die.
ですけど、ラストの曲です。はい、です。サブ来てくださる方います？いっぱいいる。じゃあ、2部紹介される方。やばそうですよね。気付けて。なんとか残らそうとしてる。大切な日曜日を私たちに使ってくださって嬉しいです、うん、本当に心の底から今日来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ラストの曲を届けます。よかったら今携帯持ってらっしゃると思うんですけれども、手を私たちに見せてもらってもいいですか？ありがとうございます。じゃあラストの曲、誰かとは心の中で歌ってください。いただきます。
さ、終わって帰りますよ。めっちゃ待ちや。なんか全然喋れねえ、帰ってきました。はい、まあね、本当に楽しかったです。久々にあの現場に行って大丈夫かなってちょっと思ってたんですよ。なんか一人でなんか静かにちょっと見てんのかなとかちょっと思ったりとか、ね、乗れるとことかね、なんかフリとかなんかそういうのをね忘れてたりもするかもしれないなとか、なんかいろいろ考えてたんですよ。どうなのかなとか。でもめちゃめちゃライブ楽しかったし、個人的にもね、いろんな人たちに声かけてもらって、あーやっぱ家だなってなりましたね。ああいう現場が一番落ち着くというか、まあ、ライブ自体はねすごい曲とかもうわーっていくなんですけど、アイドルらしくない感じですけど、でもだからといってね物販があれ荒れてるかっていうと全然そんなことなくて、めちゃめちゃ暖かいしめちゃめちゃいい場所でした。なんか2年前思い出しますね。初めて行った時もほんとこんな感じでね、なんかおどおどしてたというか、だけどね、その時はメンバーだったり、まあ、一緒に行ってくださった方々がね優しくしてくださったっていうのをすごい思い出して、変わらない場所ってあんまり、言葉だけで言ったらあんまりいい感じはしないかもしれないですけど、変わらないっていいんだなっていうのが、立場も変わらないし喋ってることも変わんないし、変わったとしたらもう服装ぐらいじゃないですか本当に、ね、あごめんなさい変わってなかったわスタンス全然変わってなかった。忘れられない人たちだなってもう改めて思ったし、もう一回ね会いたいなってっていう風にもやっぱ思いました。そういう場所にね何回も通いたいなって思いますよね皆さんも、まあ、別に他の現場が悪いとかそういうことじゃないですよ。個人的に久々に行った場所がすごい良かったよって話で、まあ、これまで行った場所もね全然良かったと思いますし、でもやっぱり個人的にはシカシュンが家だなっていう風に思いました。いやー心配かけさせてしまった人たちには本当に申し訳ないなと思いますけども、ただいまただいまっていうのはなんか変な感じですけど